はい、どうも。どうも。日曜日の夜、こんばんは。こんにちは。おはようございます。ですかね。崩壊する水窓滑稽のドアのラジオ、行ってみましょう。はい。滑稽のドアの、眠れるように。はい。はい。ということで。今回もジングルがあるのかどうかまとめとってるからね、あれですけれども、どうですかね、今回のテーマ、はい、そうですね、意外と話したことがないと思うんですけど、はい、動物について。なるほど、もう投げやりですねもうこのあたりは何でもいいんじゃねえかっていう、朝5時23分にもなるともうテーマ自体も動物についてと、ざっくりしてますね。だいぶ人間も動物が緩くなってきてますからね。ねえ、もう本当、まあ、主に話題にしたいのは、やはり犬猫ですかね。犬派なのか猫派、このチャンネルで唯一、はい、猫を飼い続けている人間ですので。まあ、俺も飼ってはいましたね。うん、だどちらかというと、やっぱり猫派。うん、まあ、俺も猫派。ということで、ね、本日の放送は、から表示っていうのも、おやすみなさい。まあでも猫いいですよ。まあ私はだって最大8匹同時に飼ってるから。それはすごいね。で、歴代で考えて12、3匹ぐらい飼ってるんで、もう孫ことなき猫派です。うん、まあ、ね、犬派の方ももちろんね、もちろんいらっしゃるし、犬も可愛いですよ。可愛いとは思うんですけど、やっぱね、怖いんですよ。あ、そう、怖い。だから昔付き合ってた彼女の家が結構でっかい、うん、シェパー大型犬、うん、もうほんと座ったらこのぐらい、でっかい子を一軒家で飼ってて、まあその向こうの実家っていうか、で2匹いたんだけど、老犬とちょっと若い子、うんうん、まあ走り回るわけよ、うんうん、来るわけじゃないですか。でさ、たまにこう、ここにさ、うん、この鋭利な、こう、でっかい歯を持った子がさ、パ、う、ッ、ん、とか言うわけじゃないですか。ポ、う、ッ、ん、ってなるわけじゃないですか。でね、ちょろっとその彼女の話聞いたら、この間顎を噛まれたとか言うわけじゃないですか、いきなし。いや、じゃれてただけだからみたいな。でももう、ここはもう、血まみれになってるわけじゃないですか。それを見ちゃうと、やっぱ怖いよね。うん、怖い。俺も一個ね、本当に思い出があるんですけど、はい、高校生の時かな。うん、高校生、まあ、もう、高校生ですよ。ね、もういい年だね。いい年ですよ、うん。の時に、スタジオにね、うん、行こうと歩いてたんです。あ、音楽スタジオですか。そうそう。はい、朝かな、はい、で、そんで、あ、公園、ちょっと近道してこう。で、公園の中通ったら、おばさんが犬を散歩させてて。はい、はい。おー、まあ、でっかい。ちょっと、いや、全然ちっちゃいの。うん、中型、小型の。おー、間ぐらい。そう。ちっちゃいんで、お、犬じゃん。で、あれ、トマトもショートカットして歩いてたら、うん、ワンって、ケツを噛まれたんですよ。ガチに。おぉ、いたって言って。大丈夫大丈夫とか言って。いや、大丈夫っす。もう座り込んで、とりあえず。マジでいて。ちぎるぐらいの噛み方なわけじゃん。で、後で確認したらね、ズボンに穴開いてるから。本当に怖いなぁと思って、うん。そんなね、大きくなくても、そうそうなんだよ。こんなのが。うん、大型犬は優しいって言うけどね。まあでも優しい子ではあったよ。うん。ただ、なんかこう、さ、よく、映像とかさ、YouTube とかもさ、うん、たまにさ、流れてくるのがさ、虎飼ってる家とかさ、熊飼ってる家とか、あるじゃん。うん、熊とか、こんなんじゃれやってんのやったりとか、ね、ライオンやったりとかさ、虎やったりとかさ、あれはさ、もう死にに行ってるよね。うん、なんていうの、こう、もちろんその、ちっちゃい頃から飼ってとか、うん、熊とかね。分かり合って、でそんなに知能も悪くないって言うんだけど、うん、もうなんていうの、
こうやって殺せる種類の力を持っちゃってるわけじゃん、うん、ね、ヒグマとかはそうだもんね。俺の中でお前にこうやってやっててもヒグマがパーンなわけじゃないですかで それプラス気の迷いで一瞬野生っていう、あ、はいはい、瞬間にパクリって言うこともやっぱあるらしいからね、まあ、あるし実際、うん、あのうっかりね食べちゃったみたいな話も、うん、だからやっぱね大きくなればなるほど、うん、猫も怖いし、うん、だってあれはさ猫だから我々はやるっつってやれるけどさ、かわいいなっつって、ね、っ言えるけどさ、じゃあチーターどうでも猫無理だね、ライオンどう無理じゃん猫よ。だって、なんかで聞いたけど、小型犬とかでも、本気を出したら人間なかなか勝てないっていう。いや、もう本当に。だから、人間がね、ある意味ちょっと本気出せないし、うん、やっぱなんていうの、こう、顔面切りつけて殺してやろうぐらいの、うん、なんていうの、トリガーを外さないと、動物としての野生では、人間って成り立たないと思う。だから、頭がある分、ちょっと引き離さなきゃーくらいの感じで行く相手に対して、向こうはもう全力で、ここを殺されなかったら、俺も殺されるで来るわけじゃないですか、痩せっていうのは。だから、あれですよ、映像とかでもさ、そういう小型犬がさ、子供かなんかの手を噛みちぎるぐらい、かじってて、周りの人ももうなんか引き離せない。こう引っ張ると腕が折れちゃうみたいな感じの、なんかこう母親が泣き叫んで、一生懸命叩いても何やっても離さないっていう映像あるんだけどさ。あれですよ。で猫もたまに汗出すじゃん。あるある。もうなんか寝てたら手血まみれされたりとかさ、っていう瞬間あるじゃないですか。でもまあ、すいません。ギリ、なんとかな。うん、そうね。うん。思いっきりゴンって殴れば、ってなる、うん。そう。木になんとかなる大きさなんですよね。うん。まあ、そういうのも、野生、なんだろう。勝てる勝てない論争でも、なんとかペットになれるサイズ。あと、僕はね、本当にすごいなって思うのは、ね、猫、うん。まあ、犬派猫派っていう話になるんであれば。すごいなって思うのが、人間と共存してる動物の中で、たった一つだけ何もしないんだよね。あの動物だけが。うん、犬、番犬、うん、羊、毛を飼ったり、うん、乳を搾ったり、まあ、牛、豚なんて肉になったり、ありますよね、うん。放牧してて犬が追いかけて、羊を結局、その動物と人間が共存してきてきて利害関係があるんですよ。うん、その代わり犬も美味しいものを貸してもらうとか、うん、ヤギにしても羊にしてもそうじゃないですか。うん、人間が飼ってるものは、ほぼほぼ全て。だって動物ね、うん、魚別だから。うん、魚は違う。魚も何もしてくれないからあります。猫だけを、可愛いで押し切った。うん、確かにね。これ、すごい発明は多少あるじゃないですか。多少ネズミとかを飼ってくれるぐらい。最初はそういう動機あったかもしれないけど、うん、ないよ。ないね。今は、だからほら、まあ今も犬じゃどうなの？犬やっぱ番犬の役割をするしね、うん。してるね。未だに。やっぱ彼らの血の中にあるさ、主人を守るとか、うん、だからよく、ね、そういう映像でさ、主人がちょっと心臓発作で倒れて、うん、で犬がなんか引きずって、うん、なんかちょっと難を逃れるみたいな。うん、やっぱそのご主人を守ろうみたいな。他の人に知らせに行くとか。あいつら何も。別になんか、そのうさくかなんつうネズミ取るのもてめえの勝手で。気が向いたら。てめえの気分だから。ゴキブリとか食べちゃうの、うんうん。お前の気分だから、うん。好きな時に食って、好きな時に寝て、で物は壊し放題。でも怒られない。あ、すごい、なんつう生存戦略の中で、一番得意な、系譜を辿ってるのが俺は猫だと思う。確かにね、もう野生なんてものはね。ないし。家猫じゃないですかね。だから、要するに、可愛いを磨いたわけじゃん。うん。どれだけ人間のその視覚に入ってくる時の可愛さっていうか、こう胸をぐっとこう掴む表情、仕草とかね。あの寝方。寝方ね。もうだから、
たまにこうやって寝てる時あるじゃないですか。あるある。お前はさ、みたいな。お前はさ、つってやって、あーってなるわけで、あー、やっちゃっちゃっ。あれはね、やっぱ猫にはちょっと特殊かな。うん、動物の中で。やっぱり、で、犬ってちょっと飼うのハードル高いじゃないですか。怖いとかね。うん、で、散歩もさせなきゃいけないし。かわいそうですね。させてあげないとちゃんと。まあ、なかなか、難しいなぁと思うんですけど。まだ理想はね、昔の、なんたらっていう曲じゃないですけど、草原に白い家を建てて。なるほど。大きな犬と小さな窓。あと、ブランコ。それ、理想っていう歌じゃねえ。でもまあ、ね、そういう、要するに、犬は、やっぱ犬小屋とか、作れるスペースがあって、やっとこう、ね、飼える状況にもなるかなとか、あと、吠えっていう声が、近隣に迷惑にならないとか。まあ、それ以外で、俺らみたいなのが飼うとしたら、もう、あれですよ。犬連れて日本一周するような感じですね。ああ、そういう感じだよ。ヒッチハイカー的なね。犬と共に生きるみたいな。まあ別に犬もすごい好きですけどね。可愛らしいとは思うし、もちろん飼ったら何でも、いけるかなとは思うんだけど。まあね、猫もまあまあ頭いいんですけど、犬の方がやっぱね、頭いいんですよ。なんか昔の職場にいたおじさんがさ、犬を飼ってたんだって。で、その人、ハワイで授業をやってて、その子、昔ね、俺と出会う前に。で、社長さんで、すっごい賢い犬を飼ってたんで、まず朝起きたら朝刊を持ってくる。で、置いて、で、なんだ、あれを持ってこい、これを持ってこい、全部聞き分けて、もうすべて、もう過不足なくやるんだって。あまりにも頭が良くて、切りつけようとしたって言ってたから、日本刀で。もうなんかムカついちゃってさ、つって。本当に頭がいいんだ、みたいな。あ、すごいね。だからそれぐらい賢いじゃん。で、なんか細いのは頭が悪いでしょ。怒られちゃう。細いの細い。細い犬いるじゃん。こんな細い犬いるじゃん、でっかくて。あれ、あんまり頭よろしくないって聞いたことあります。だからゴールデンレトリバーとか、災害救助犬みたいなね、ありますよね。ここになんかこう。昔だけどね、それ随分昔の垂れるね。そうそうそう、アルコールか水か忘れたけど、救助犬としてね。ちょっと寿命が短いのはかわいそうですけど。あ、そういう犬種。でかい犬はね。ああ、まあね。なあ、なんていうの、こう、今の犬に関しては、なんかそこに人間にある程度カスタマイズしてというか、っていう DNA になっていっているから、まあただ、このさ、よくあるじゃないですか。肉を食うな、もうちょっと危険なとこ入っちゃってる。動物愛護。ちょっと危険なところかもね。かもしれないですけど、あれもさ、よくさ、いや、お前の飼ってる猫がこうやって殺されて食べられたらどう思うんだとか、あるじゃないですか。見てみるおじさんかわいそうって。ああ、そういう感じの人。で、そういう団体が小学校行って、解体されている瞬間の牛をこうやって見せたりする方々がいらっしゃる。もうゲリラ的にね。勝手に小学校2年生ぐらいの。ああ、道徳の授業とかでもなし。なしに、出てくる小学生捕まえて、追って、まあ、要するにその小学校は、食育、みたいな、確かそんな流れだったと思うんだけど、ちょっとあやふな知識は言えないけど、そういうの推奨してる学校だから、けしからんと。食育ってわかる？なんとなくわかるよ。まあ、育てて、自分だけ育てて、自分だけ殺して食べるっていうところまでをやる。あれもどうかなって思うけどね。やったことねえな。子供の時なかったよ。なんだろう、あったらちょっと怖えよ、その世代じゃねえし。お前勝手にお前鳥の肉切って食ってんのかよっていう話。ね、もうなんていうの、そこまでやらなくてもいいかなって思うし、
それを見せつける必要もないかな。なんかヒステリックになんなくていいよなっていう。だって、なんつうの、あれもなんか人間のエゴだけどね。うん。まあもちろんその大量殺がこうしていいっていうわけでもないし、いたずらにね、よく猫が殺されたりするじゃないですか。ああいうことを全く、なんていうの、推奨も賛成も絶対しないけど、絶対しないけれども、動物がかわいそうっていうのすら、エゴだよ。うん。で、さ、要するに、生き物が全て同列で、なんつうの、大切だという考え方なわけでしょ。うん、一つは、うん。ということは、ライオンに向かっても、エゾシカを、シマウマを食ってるライオンのところにも殺しに行かなきゃいけない論理になっちゃわない。うん、で、それ、いや、ライオンの話を聞く頭がないからっていうことで、同列にしてないじゃん。っていう、うん、やっぱ目の前にライオンいたら俺ら食うぜ。うん、食われるね。何のためらいもなく、どんな夢を背負っていたって。同じこと、うん、だと思ってしまうんだよね。なんでかって言うと、そういうふうに雑食で育ってきたわけだ、うん、我々草食ってきたわけだよね。で、こういうことを広げていくと結局微生物植物の命であるどうしようあれじゃん。そうなんですか、結局死が救いであるみたいなことを生きてちゃうあの極端に行く人はそっち行くんじゃないの、うん、あのなんていうの、潔癖の潔癖、うん、だから潔癖症の人もちょっと危ないんだよ、うん、雑菌がとか、うんそうね、ああいう系の人って、まあ、別にそう動物愛護で雑菌がとか言ってるわけじゃないけど、うん、その極端に走っていくと最終的に死ぬしかないよっていう、そうそうそう、空気中のホコリから始まるわけで、うんうん、本当棺桶に横になって死を待つしかないよっていう、ね、そう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 、だからなんかアメリカの大富豪かなんかで、うん、その大成功した人が、うん、途中からそっちのモードに入って、うん、家から出なくなる、うん、でもお金はあるから、うん、なんか無菌室みたいな感じのところまで作り上げて、うん、なんつうのタワマンの屋上から一切出てこないと、うん、で大正解からではもうものすごい有名になってるんですよ、うん、大富豪なんて、うん、だけどなんつうのあの人は生きてるとかぐらいになっちゃってみたいな人もいたらしいから実際に、うん、だから究極そっち行っちゃうから、うん、なんかそのどういう考え方にしても、うん、結局なんていうのこうやっぱ罪は背負ってるよ、うんうん、どの動物も等しくだと思うんだけどね、うんうん、だってバッタ一つでも地球を壊すわけじゃん、うん、だから増えすぎてそういう害悪が、うん、人間はそこのゾーンだけ で、うん、でどうせ人間もいなくなるから、うんうん、考えるともう摂理に逆らってもね、うん、別に害悪の、まあ、なんか個人の個人個人でそう思ってなんかちょっと気をつけて生活するぐらいだったら全然全然いいと思う、うん、好きにしていいと思うけど、うん、大学2年生になんか、いやまあそういう事情もあるかもあるかもしれないけどさ、多分あるんで、多分昔俺らもやってんだよね、でもねダイレクトはないかな、うん、あのそのとか映画もありますよ、美味しいお肉ができる、うん、そうそうそう、ありますよ、工場見学したりとかさあったけどさ、なんかそのヒステリックにさそう押し付けられるっていうのはちょっとねなかなか難しい、確かに凄惨ですよ、うん、その、うん、あのなんだっけな、昔の深夜番組でさ、うん、こう今は多分ないんだろうなと思ったよ、おぎやはぎの二人がさ、うん、若手ぐらいの頃にさ、うん、今回工場見学をしましょうっつって、うん、そのお家さんの解体の工場に入ってさ、その場を映してない、うん、ただここで生きてるまんまでこう吊り下げられて桃を言ってる人たちがこう入っていくとドーンってなって出てくるわけですよ、うん、まあ言ってみればすごい現場じゃない、うん、それ途中からおぎやはぎの顔だけになって、あ、牛さんがうっそういうぐらい残酷なことをしてるっていうことは、うん、そりゃあるんだなっていう、うん、っていうことなだけかな、うん、だけっつっちゃうとまた大変なことになるんだろうな、うん、でも
そうやって命をね、我々引き伸ばしてきたわけで、ここまで長生きするのも害悪だし、うん、いたずらにもて遊んで、それを動画に撮って、うん、晒し物にするっていうのは、センスが悪いな、うん。人と人間の形として、非常に怖いなっていう、うん。こっちにも害があるなと俺は思っちゃう、うんうん。なんかその、自分に害がなきゃ何でもいいのかっていうわけではないけど、ないけど、一定さ、そういう殺人鬼みたいな人たちが出てくる前ってさ、うん、必ず小動物のさ、うん、猟奇的な知り合いがあったりとかって、痕跡を人って残しがちなんですよ、うん。だからそういう動画を撮ったりとか、うん、外に出すっていう行為を平気でできちゃう人っていうのは、一個線が外れ始めてるっていうサインでも俺はあると思うね、うんうん。だから、そういう意味でも、こっちに害もある可能性があるから、うん、それは全然良くないって思う。だから、てめえが撮っている肉とかに関して、もうなんつうの、こう、拭いきれない。そエスキモーが、ね、鹿さばいてるの、あいつら生きるためだし、うん、いや、うん、過度な供給は良くないとは思うけど、なんかそこにこだわりすぎると、うん、システム上どうにもなんねえな、うん。もう、じゃあ、消滅するしかないよね。うん。マジなんだよな。だって、目の前にね、ジョーズがいたら、うまいこと食ってくれると思うよ、ね。我々に。これはジョーズに向かってこんなやったってさ、雑魚だよ、お前ね、ってこと言ってもさ。いや、知ったこっちゃねえからさ。同じこと言って、知ったこっちゃねえんだよ。極端な言い方だけど。ただほら、そういう動物とかは、いたずらに遊ぶのはそんなにいないよ。まあ、猫ぐらいか。あと、もっといるか。いるかもしれないけど、動画に撮って全世界に配信したりとか、うん、誰かに見せつけるようにはやんないわけでしょ。うん、猫が、他の猫に対して、ほら、気持ち悪いだろって見せつけるようなことはしない。これはやるのは人間なわけだ、ね。気持ち悪いだろっていうよりも、なんつうの。俺はここにいるぜじゃないけどさ、うん、一つの意思表示でしょ、あれは、うん。そういう人たちの。そちらに行く人もいるから、手前でそこでもうみんな決め悪がってんのを、うん、まあ、あれやったの俺は。まあ、中二的な感じでね。と、うんうん、言ったら、やっぱそういうことをこう他の人に知らしめてできることを個人でやり始める人間に関しては非常に危険だと思う。うん、もうちょっと思うし、うん。まあ難しいよ。それでは昆虫はいいのか。昆虫もそういう動画いっぱいあるじゃん。うん、蜂の針出したりとか、うん。蜂とこう蜂握ってこうカマキリに食わせるみたいな。戦わしたりとか。そうそうそう。じゃあ昆虫いいのかって話になっちゃうしさ。じゃあまあ、今ね、と捕まえたゴキブリ、どうすんだみたいな。ってなってしまうから、人間ごときがそんなこと考えちゃダメだと思っちゃってるから、個人的に。せいぜい人間でしかないんですよ。そうですよ。だって、この星に来たのは我々後輩なんですよ。後輩、お、いいこと言いましたね。でも本当そんなもんですよ。そんな話ですよ。って考えると、あんまりそこを深く考えるほどの生命体じゃねえ、うん、もっと過当な、まあ、もともと罪深いものであるんだろう、うん、だと思いますけどね、うん、っていうことでね、動物でこんな資料がなかなかね、地球規模の話に、地球の歴史規模の話になっちゃう。誰のおかげ俺、このラジオは毎回何かしらの教訓や疑問を与えて終わるように作ってるんだよね、実は。さすがですね、素晴らしいですね。本日もとてもいい学びがありました。はい、そういうわけで、本日の、はい、競技はここでまでさせていただきましょうかね。ありがとうございました。はい、ということで、毎週毎週ありがとうございます。ということで、おやすみなさい、おはようございます。そして、いってらっしゃいませ。